どうも皆さんこんにちは、山本すぐるでございます。今日はですね、ちょっとですね、潮の香りのする場所に来ております。というのはここは多良町の、見えますか、ハゼの裏でございます。なぜここに来たかと申しますとですね、ここハゼの裏、まあ多良町はですね、みかんの生産の地域でございまして、今ですね、みかんのお花がめちゃくちゃ綺麗やから見においでということでございまして、生産者の方からお声をかけていただきましたので、本日は多良町に来た次第でございます。ちょっとみかんの花って見たことがないんですけども、どんな感じなのかをちょっと見に行こうかなと思っております。それでは皆さん、本日は多良町のハゼの裏から始まります。どんな感じでしょうか、皆さんにご覧いただきましょうということで行ってきます。さあ、失敗した。もうちょっと、もう時期、まだ花の開いたとですけど、はい、もっと真っ白もう、ギリギリ、ギリギリ、もっと白かったんですね。真っ白で、もっと綺麗かと。あれ、確かになんか白が薄い気がしますけど、いい匂いしますね、なんかジャスミンみたいな匂いする。今年早いってことですか。そうそうそう、いつもならね、はい、ゴールデンウィークのちょうど、まあ、満開に近い状態なんだけど、はい、今年はちょっと、ああ、よかったか、1週間から10日ぐらい。あ、そんな早いですか、はい、やわなかったお前ね、間違って中折ればよかったけどねまだある方じゃん。あ、ほんまですか、じゃあ写真撮ろう。これが全部みかんのケース。もうぼちぼち。これが。これ全部デコポンでしたっけ？いや、それがね。それがデコポン。これあと普通のみかん。何種類ぐらい作ってたんでしたっけ？みかんで。何十種類。みかんで何十種類もあるんですね。品種系統でいけばね。ああ、うん。あっち。すいませんね、今日は。きれい、あ、綺麗。ここ綺麗。これ白いの何ですか、この白い。あ、ここやろ。はい。銅細工、セルボルト、ボルト、海洋病とかの。なるほど。そういうのもちゃんと手入れするんだ。そりゃそうですね。いい匂い。綺麗。見晴らしが綺麗。いいとこだ。これは綺麗。うわ、何これ。めっちゃ綺麗じゃないですか。あれ、これも今やってるんですか。はい、これは。これ二重丸。あ、二重丸という品種ですか。今年ほどこう初売り。初売り、新佐賀県が育てた新品種。あ、そうなんですか、うんうん、佐賀県が初、その佐賀県が育てた品種二重丸。え、じゃあ佐賀県だけのやつですか。そう、すげえ。今のところはね、知事とかを挙げてこう宣伝しとったって。あ、そうなんですか、これ、うん、へえ。私は露地栽培にも初めて苗場供給、はい、やつ。へえ。今までは施設栽培でずっと大事に育てようらしいんです。あ、そうなんですね。それでできたとは、楽しみだね。二
ユーマル。20は名前が20丸やけん、はい、あの20あ、20ね、20は宣伝マン2000万だよな。ほんまや、確かに。いやよかった、ありがとうございます。すみません、いえいえ、お時間いただきまして。いや来た甲斐があるわ。